よっしゃ、やるぞ、エーテルモッド。ほんと久しぶり。すいません。ほんと投稿遅れて申し訳ございません。なんかいろいろあってさ、いろいろやる気とかやる気とか、そういう問題がいろいろあってさ。うん、ほんと、すいませんでした。申し訳ない。名前募集しといて、結局、決めずに何ヶ月経った、今。はい、というわけで、エーテルモッド、続けます。はい。もうね、前回何で終わったかすら忘れてるんだよね。前回何やったっけ。多分俺の記憶が確かならば、まあダンジョンで、あれだ、やられたんだ。ボロクソにやられたんだ。うん、だから、まあ、今回はちょっとそれのリベンジを目指してちょっとやっていこうと思います。の前にちょっとこいつらの名前結局募集しといて結局決めないっていうのはさすがになんかリスナーに失礼かなと思うので決めます。ウサギとブタどっちも募集してたよね確か。ちょっと見てこよう、うん、よし決めた。 OK。 今ねちょっと見てたんだけど、ちょっと決めたちょっと待って、これどうやって降りるんだっけ。よし、もう一回見るよ。あれ、ウサギちゃん、ウサちゃんどこ行った？あれウサちゃん、俺のさんってか全然腹がやべえな。あ、ちょっとずっとてかもうほとんど記憶がないけど、確かね、実況が取れないときはずっとブランチマイニングしてたから、ツルハシとか石がめっちゃあるっていうね。よし行こう。ウサちゃん、なんだこれ。なんだこのすげえめんどくさいエレベーター。いた。はい、このウサギの名前、待って、ピュンっつったの。大丈夫、ダメージ受けてない。はい、このウサギの名前、プーさんにします。プーさんです。これは、これもう孫うことね。プーさんね、プーさん以上でもプーさん以下でもね、プーさんです。はい、これプーさんね。はい、これプーさん、もう決定、色は認めない。そんでもってこっちはなんだっけな、この豚の名前はチキンにします。どうだ、紛らわしいだろ。どうだ紛らわしい。こっちがプーさんでこっちがチキンだ。もう豚もウサギも全く関係ないっていうね。よっしゃ、うん、チキンと、ミッフィーじゃない。プーさん、オッケー、プーさんね。うん、某ネズミの母系キャラとは関係ないんで、本当に、うん、そういうの著作権的なのは勘弁してください。よし、じゃあまあいろいろやろう。今回も確かやることいろいろあるんだよ。まずブランチマイニングで掘ったこの重力石の原石をちょっとあれしようかな。あれってなんだ、なんだっけ、魔法付与、思い出した。これ確か魔法付与でなんかこのあれだよね、使えるようにできるんだよね確か。よっ、なんだっけ、ここに載せるんだっけ。あ、そう、今回新しいモッドを追加しました。いきますよ、ビビるなよ。 G ボタンを押します。ででん、クラフトガイド。大事なことだからもう一回言います。クラフトガイド、大事なことだからもう一回言います。クラ、はい、というわけでクラフトガイドを導入しました。ウィキ見てもちょっとよくわかんないレシピとかがなんかそのこれこれの1個アップデート前のやつのレシピが多くて、ちょっとこのバージョンのレシピが載ってなかったので、あんまりちょっとクラフトガイドの力を借りてちょっとレシピをね見ていきたいと思います。でもなんかこういうなんか魔法フィオとかのレシピはさすがに載ってないんで、まあそこはしょうがないか。まあ、まずこの16石のグローブとはね、すげえ、これグローブつけるんだよ。スーパージャンプ、シフト、スペースバー、なんか面白そうだよね。ちょっとこういうのも作ってこうぜ。うん、作ってこう。まあ、とりあえずこれを魔法付与しよう。なんだっけこれ、アンブロシア、そう、アンブロシア。OK。これで、もう全部、よし、できたね。これ結構アンブロシア使うんだね。
よっ、ほっ、よいしょ。じゃあまだこれしまいまして、ちょっとこの辺も整理しないとまずいかな、そろ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 まずいよな多分これ。とまあこんな感じでいいかって人だけど、で地下でこのグラビタイト、グラビタイト、まあ、重力石ね、重力石の多分次の、これがダイヤ的存在かと思ったので、これのこう次のこれの進化系、これの進化系らしき鉱石をちょっと見つけたんで、ちょっと次はそれを掘りに行きます。いやでも俺もねこれね確か2ヶ月前ぐらいに見つけて、実況撮るとき掘ろうっつって、それでも結構実況撮れない日が続いたからもう存在忘れてたあ、そうだ、まずグラビタイトのピッケル作んないと多分掘れないから、あれ多分ゼイナイトだと無理だと思うんだよね。でも棒作るじゃん。うわ、もう棒作るのも久しぶりだわ。よいしょ、でできた、重力石のつらし、ライトクリック、ブロック、ユース、はい、よし、じゃあ行こう。ただそのね、めっちゃ行った、行っためっちゃ掘ったから、どこにあったかはもう結構記憶がね心配なんだけど、まあちょっとやっていこう。そうこんな感じで、こんな感じめっちゃ掘ったんだよ、確かめっちゃ掘ったんだよ、こんな感じで。確かここまっすぐ行ったところになんかいくつか、あ、そう、これこれ、このオレンジ色のやつ、これ、そう、これこれ掘れるかな、掘れた、何これ、コンティニュアム宝玉、めっちゃ強そうコンティニュアムだよ、なんかイクラみたい。あれだ、これ重ねらんない、なんてこった、なんかまだあったような気するんだよね。どの辺だっけ、まだオレンジ色の鉱石あったと思うんで、ちょっと探します。あ、そうだそうだ、今気づいた、そうだ、さっき質問コーナーの動画撮ったんだけど、その時にちょっと影モッドオフってたんで、ちょっとオンにします。やっぱ綺麗、あ、やっぱ綺麗だな、やっぱ綺麗だな、でもちょっと見にくいな逆にさっきの方が良かったかもしれないけど、でもなんかこう展開のこう神秘的なあれを神秘的なあれを感じるためにはやっぱり影モッドはいいっすね。あった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 、よっしゃ、あった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 、よっけよっけよっけよ、ほろ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 、よいしょよいしょ、オッケー。あー、これ登りに登りに行く、あ、ブロック持ってきてねえじゃん、よいしょよしよし、これ4つゲットできたね。これ剣とか作れんのかな、これの剣とかめっちゃ強そうに、なんか火属性とかついてそうじゃない、うわー、ワクワクするな。よいしょ、じゃあもう戻ろう、もう確かなかったから、うん、さあ、本題だ、これで剣とか作れんのかっていう、これ剣作れたら多分めっちゃ強いじゃん、めっちゃ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 感じて感じて、めっちゃ強いぞ。剣いける、あ、ダメだ、いけないね、これ何使うの、ユーズ、あ、アビリティ、グランツランダムアイテム、あ、ユーズライトクリック、なんかこれライトクリックすればゲットできんじゃないの、アイテム、ちょっとやるよ、えいえい、うん、あ、え、鉄ピッケル、いらないらな、次元を超えて、あー、なんか、あー、あー、これ、あー、なんか、あ、うん、なんということでしょう、あー、もう本当の、本当なんということでしょうだよ、あんだけなんかワクワクしたのに鉄ピもう一回やろうか、えい、天空寺の目おい、なんだよこれよいらねえ、まあとりあえず全部やってみる、なんかめっちゃ強い武器とかもしかしたら来るかもしれないし、いくよ、えい、あっめっちゃ強いの来たおすげえ、アビリティスーパージャンプ、ユーズ、シフトスペースバー、シフトスペースバーでスーパージャンプできるらしいよ、シフトスペースバー、ええ、シフトスペースバー、あれ、あ、あれかな、もしかして意識揃えないとってことかな、ウェーリングフルセットだから、あ、あれだ、多分意識揃えないといけない。あ、でもとりあえずこれありがたい、ありがたい。いきます。最後。よいしょ。かぼちゃの種、いらない。あ、でもこれだけ当たりだったかな。うん。あ、でも面白かった。よかった、よかった。よいしょ。まあ、動画的には面白かったね。うん。ありがとう。